はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回はサガン鳥栖緊急補強フォワード獲得ということで、大宮から川田選手と、なかなかこれは面白い、渋いね、確実にこう得点が期待できそうな、選手の獲得にこれ鳥栖が成功したというところなんで、今回この川田選手じゃあどんな選手、なのかというところと、鳥栖がじゃあなんで今回フォワードの、補強に動いたかどうかとか、その辺の考察含めてやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちら緊急補強大宮から川田獲得。いやー鳥栖動いてきましたね。ちょっとフォワード、どうなのかっていうところがありました。シーズン開始前からですけどもね、フォワードでいうと富樫選手の獲得は、発表されていて、あと藤原選手の復帰ですね、レンタルバックの発表もあったんだけども、ここまでのゲーム見ている感じだと若干フォワード迫力、不足感があった。前回は西川選手がワントップというか、ゼロトップというかですけどもね、最前線で起用されたというのがありました。それぐらいちょっと突数のフォワード事情というのはなかなか厳しい。もちろん藤原選手とかね、あと富樫選手に関しても、これから状態が上がっていけばってあるんだけども、ちょっとそれまでは、待てないというかですけどもね、それでもやっぱ補強が必要じゃないかと言われているポジションになってきますけどもね。その、川田選手の紹介でございます。川田選手昨年は40試合で、7ゴール J2 で上げておりますね。で結構やっぱ川田選手って印象深い、ゴール活躍が、目立ってる感じが僕はします。やっぱ大宮のゲームとか見ていると、とにかくこうゴールへの執念みたいな、ものを感じる、本当ザ・フォワードって感じの選手ですよね。で今シーズンは4試合に途中出場というところで、先発なかったですね。大宮今だからフォワードのところは中野選手とアンジェロッティ選手が、主に出ているですよね。確かね、アンジェロッティ選手がね、今前回3試合連続ゴール中かっていうのがあるんで、大宮フォワードのところは結構ねいい選手が、揃っている中で、川田選手はちょっと必要時間を失っている感じでございました。でこの川田選手といったら、やっぱりねこの数年間の、大宮これを救った男であるのは間違いない違いないというところで、大宮にだから移籍をしてきたのが2021年から21年シーズンに、大宮に移籍をしたんですね。その前は徳島に所属をしていたんですけども、その徳島からシーズン途中で大宮移籍で、この時の大宮がだからね J2 残留争いの、真っ只中で、これもしかしたら大宮落ちるんじゃないかっていうところにですけれどもね、この、川田選手が徳島から、加入してきた。でそこからね19試合で、7ゴール上げる活躍を見せているんですね。19試合で、7ゴールなんで、本当ね3試合に1点ペースで後半戦点を取って、そこから大宮の、残留に大きく貢献したのがこれ、川田選手なんでね、これだから、大宮から知ったら本当功労者なんですね。間違いなく今大宮が J2 にいるのはこの川田選手のこの2年間の、活躍あってのものというのは本当間違いないと僕は、思っておりますので、この川田選手ね、年齢的にはですけれどもね、もう30代に入っておりますけれども、こうゴール前での嗅覚とかまだまだ、持ってる選手なんで、そう期待したいですよね。こうなんかね、過去大宮を救った選手なんで、今年はそれこそ鳥栖を、救ってほしいというところには、なってきますが、それぐらいゴール前ではしっかり結果を残せる選手、本当ザ・ストライカーって感じの選手でございますけどもね。そういうことで大宮の功労者川田選手の獲得にこれ成功というところですよね。2019年徳島時代は30試合で13ゴール上げる活躍を見せておりますね。で、2020年の徳島時代は実は先発は9試合しかなくて、途中から28試合出番があって、それでも9ゴール上げているということで、本当スーパーサブ的にも活躍をしたこの川田選手になってきますんで、要は途中からでもしっかり数字を残せる選手であるというところで、あともう一個注目すべき数字で言うとシュート決定率ですね。2019年のシュート成功率は 19.4% で、20年が徳島時代これも 20.9% ということで、これサッカー選手ってどれぐらいこうシュート成功率があればいいのかっていうところになってきますが、大体こう分かりやすく言うと、野球で
で3割ね、野球の3割は、このサッカー選手のシュート成功率の 20%、 これと同じぐらいって考えてもらったら結構です。まあ、要は野球って、ね、大体3割残せばな優秀なバッターって言われるんですけど、まあ、それに近い感じで言うとですけどね、サッカー選手のシュート成功率はもちろんシュート本数にもよりますけど、もう大体まあ 20% を超えたら、まあ、優秀な方と言われているのはこのサッカー選手のシュート成功率にはなってきますが、19年 19.4% で、20年には 20.9%、まあ、過去の話ですけどもね、もう4年とか3年ぐらい前の話ですけどもね、まあ、高いシュート成功率を残していた時代もあるというところですよね。だから本当川田選手に感謝ですけどもね、本当ゴール前での仕事、ここにまずは期待を、していこうというところですね。で、まあ、そのトスですけどもね、トス今年は本当フォワードだけじゃないですけどもね、まあ、得点力不足に悩んでる、傾向にあるサガン鳥栖になってきますんでね、まあ、フォワード獲得、まあ、これは動いても、仕方がないというか、むしろ動いておかないと、まずいというところで、本当、富樫選手にも期待はしているし、まあ、藤原選手にも期待はしているんだけれども、まあ、比較的、ね、この川田選手に関しては富樫選手に近いかな、プレースタイル的にはですけどもね、まあ、ある程度ボールを収めることもできるし、ね、こう前向いた時の迫力も出せる、裏抜けも前選手にはなってきますけども、まあ、しかし富樫選手がなかなか数字が伸びてこないと、川田選手の獲得に動いたというところにはなってきますよね。本当だから今年に関してはトスを救えるかどうか、途中でも言いましたけどもね、過去大宮を救ったこの川田選手にはなってきますし、多分河合監督ね、早い段階で使ってくるかもしれませんね。河合監督ね、あの去年の長沼選手の時もそうでしたけれどもね、割と新加入選手は試合に使いながらこうフィット、させていく監督なのかな。これ結構いろんな監督がいるんですけれどもね、まあ、新加入選手はじっくりこうチーム戦術を落とし込んで、ね、練習から落とし込んでから、まあ、スタメンとか、ね、使って徐々にこう、ね、出場時間を伸ばしていくみたいな監督もいれば、もう実戦でどんどん使っていって、ね、そこから連携深めていけばいいじゃんみたいな監督もいるんですけどもね。だから次の FC 東京戦ですかね、僕 FC 東京戦ちょっと見に行く予定にしているんですけどもね、その川田選手もしかしたらもう来週にはデビュー、来週というか数日後には、デビューしている可能性も高い。まあいきなりスタメンはないかもしれませんけどもね、途中から出てくる可能性も、十分あると思いますんで、ちょっとこの川田選手の今後の、活躍、本当トスを救ってほしいですけどもね、期待していこうと思ってますけどもね。はい、喜ぶよ、教えて。